い、神チューブの神の伊藤です。今僕はですね、ブックタウン水溜り電車の方にお邪魔しようと思っておりますよ。こんにちは、さなだちです。うっとうしい、テンションがうっとうしいですね。うっとうしいですか、はい。そして、さなだちさん、はい、今日はですね、はい、毎年恒例の、はい、福袋の方を作っていきたいと思っております。最高ですね。いや最高ですよ、はい、もう本当に今年もじゃあプロデュース。そうです、はい、プロデュースかっこいいですね。かっこいいですね、はい、そして僕ね、ブックタウン水溜り電車さん、はい、1年ぶりなんですよ。1年ぶり、ちょうど1年前のですよ。うまいですね、はい。というわけで、はいはいはい、早速ですね、福袋、はいはい、じゃあ作っていきますか。いきましょう、ゴー。さあ行くぞ。はい、さん、アイスさん、はい、それではですね、ブックタウン水溜り店さんの福袋、はいはい、作っていきたいと思いますよ。はい、行きましょう、はい。そして今回なんですけど、はい、エヴァの福袋と、はい、ドラゴンボールの福袋を作ろうかなと思ってます。ドラゴンボール、ドラゴンボールです。珍しいですね。DB です。はい。DB、DBZ、ね、はい、DBGT、はい、GB 無印、いろいろありますよ。はい。はい、そしてドラゴンボールのコーナー、ずらっとね、ここにもありますね。はい。たくさんありますよね。いや、めちゃくちゃありますね。はい。まあ、なんですけど、はいはい、ここのショーケース。ショーケース、はい。ショーケースから選ぼうかなって。あ、ここですか、はい、めちゃくちゃありますね。めちゃくちゃありますよね。サムさん、どれがいいのありますか。いや、ここですよ、やっぱ目が行くのが。これいいですね。高クオリティが集まってる。めちゃくちゃすごくないですか。もう威圧感すごいですよね。すごいですね。販売価格が、はい、これすんげえ安いんですよ。確かに。めちゃくちゃいいですか、これ。めちゃくちゃいいと思いますよ。はい、そして、サムさん。はい。まあ、お正月じゃないですか。あ、正月ですね、はい。お正月の縁起物の生き物って何ですか、はい、うさぎ。あ、まあ、ウサギもそうですね。はいはい、虎だ。虎もそうです。タツタツ。竜、竜。竜ですね。はい。竜といえば、ポルンガ。ポルンガですね。線路、線路。線路ね。あるんですよ。本当だ。ここにあっちゃうんですよ。やばいですね、これ。これは何かの縁だと僕は思っておりますよ。お正月に縁起物といえばもうタツですからね。確かに。でも、はい、買い売りなんですけど、はい、5万ですよ。まあ、5万です、ね。5万ですね。ちなみに、とったこれ、いくらの、はい、福袋作ろうとしてるんですか。5いっちゃうんすか。強気です。今日の僕は強気なんですよ。じゃあもうこれで終わりじゃないですか。まあ終わりですね、はい、はい、まあと思うんじゃないですか。はい、あ、そうですよ、終わりですよ、はい、5万の福袋で、はい、これ入れたところで、はい、なんだよ伊藤とミーハーかお前はと、はい、これ入れればみんな買うと思ってんのかと。まあそういうことですね。そういうことですよね、はい、まだまだいっちゃいますよ皆さんのために。これいきましょうよ。オーゴンオーサル。え、これオーゴンオーサルいくんですか。うん、いくらこれ。3万ですね。3万3000円ですね。3万3000ですね。はい。3万3000円。はい。もうだって8万じゃないですか。8万です。え、それ行くんですか。行きます、行きます。5万で。5万で行きます。あとね、もう一つ、はい。まあ、まだ入れるんですか。まだ入れます。え、どれ入れるんですか。え、ジレン。はっ、マジっす、はい、ジレン、これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。まあ、かっこいいですね。めちゃくちゃ欲しいんですよ。いや、僕もこれ持ってるんですけど、くすがっこいですよ、はい、ちょこっち見てください、開封品なんですけど、やばいですよね。じゃあもうここボーンっていけるじゃないですか、2体。あ、そうですね、はい、これ入れてくださいって。じゃあこれでいきましょうか。まあジレンじゃあ箱なしだけど、はい、これでいきましょうか。さすがにだってシェンロンとオーコンオーガルで、はい、もう8万ですよ、はい、でジレンもっすよね。そうですね。いや、やばくないです。じゃあこれいきましょう。そうですね、だって8万8000ぐらいですよ、もう。そうです、5万。5万。いや、それだって絶対ダメです。無理かな。じゃあ 100% 無理ですよ。さすがに。だってもしこの3体で、まあ、僕買いに来ますもん。あ、そうですよね。ああマジで無理か。いや、でも分かんないですよ。ワンチャンね。ワンチャン奇跡が、はい、奇跡が起きるかも。奇跡が起きるかもしれないです。そういうことですね、はい。じゃあちょっと呼んでみますか。はい。あ、すいません。はい、あのちょっとあのショーケースの方開けてほしいんですけど。はい、ショーケース、いや、まず来て。なるほど。ショーケースを開けてもう出しちゃって。あ、出したんですか。もう出しちゃったからいいでしょっていう作戦でいこうと思ってるんですよ。福袋って言ったらダメって言われたら終わりじゃないですか。福袋じゃないですね。こことここのケースを開けてもらっていいですか。はい、なるほど、買う作戦ですね。そうそうそう、あ、なるほど、なるほど。買うんですね。なるほど、買う作戦でいくんですか。買います、はい、はい、ありがとうございます。まずこちらの、はい、ラストワンショーのシェンロンちょっと出してほしいんですけど。はい、やっぱりすごい人気ですよね。そうですね、かっこいいですもんね。これはかっこいいですもん。なかなか見かけないですからね。そう、まず見かけないんですよ。そうなんですよ。それだ、どうしてもなかなかいないんですよね。そうですね。うわー、かっこいい、かっこいい。これは
これいいですね。これ来ましたよ、これ。でけえ。でかいですよ、はい。あとですね、あの、こちらの方を開けてもらっていいですかね。はい、まず、このジレンをちょっと出してほしいですね。ジレン、ジレン、ジレン。ジレン。いいですね。いや、めっちゃかっこいいっす。めちゃくちゃかっこいいですよね。はい、こちらで。はい、こちらですね。はい、あともう一つ、この黄金モザルをちょっと。はい、これやばいっすね。かっこいいっすね。はい、あー、すげえ。いや、でもすげえってなっちゃうんですよね。あとね、僕ビルスさんも好きなんですよ。ビルスが好きなんですか。ビルス好きなんですよ。ちょっとこれもう一回見せていただくんですか。見せ丸だけ、見せ丸だけ、見せ丸だけ。これですか。見せ丸だけですかね。まあまあですね。ビルスいいですね。ビルスいいっすよ。確かにビルスさんはマジ好きなんで。ビルス様から、はい、ドラゴンボールの、はい、生態系変わったじゃないですか。これがまたいいですよね。あのベジータがあんだけ屈服しちゃうんですよ。ビンゴ？ビンゴですよ。あともうあれも伝説でしたよね。あれ面白かったですね。ビンゴーとか言って。あれ笑いましたね。映画館でめちゃくちゃ笑いましたもん。一人で。僕もですよ。あれはベジータどうしちゃったのっていう。それを作ったのがウィルス様なんで、まあ、僕ウィルス様大好きなんですよ。そうですね。はい。じゃあお会計の方行きましょうか。お会計。はい、お会計の方ね。お会計。お会計行きましょう。あ、お会計、お会計。お会計。お会計です。で、お会計。お会計ですね。え、実はですよ。はい。これを福袋にしたいなと思って。福袋。福袋です。福袋ですか。はい。ちなみにいくら？5万。5万円。5万円です。ちょっと計算してもらえます。大丈夫です。いや、絶対無理ですって。5万。買うと思わせて、ショーケースから出して、もうしまうのめんどくさいでしょっていう。なるほどね。うまいっすね。やり方が超うまいっす。これでも全部いくらですか？買ったら。だって9万ぐらいしますよ。販売価格でいったらって。やばいっすわ。え、どんだけですか？マジっすか？実際買おうか。はい。税込みで。税込み？やばい。やばい。96,000円。やばい。5万円。5万5,000円。じゃあ消費税込みで5万5,000円。5万5,000円。はい。ちょっと厳しいかな。厳しい。あ、でも店員さんがここに綾波ついてるじゃないですか。綾波。僕も大好きなんですよ。大好き。僕も綾波大好きなんですよ。はい。知ってます。知ってます。知ってます。出た。これで5万5,000円で、これもう本当にお正月ね、もう皆さん縁起物だと思うんですよ。確かに。はい、ほんでもうやっぱり1年の刑は元旦にありと、はい、よく言いますよね。はい、1年の刑は DB でありと、はい、いう感じで、はい、お願いします。ちょっと上のものと確認してたら、ね、はい、そうですね。ちょっとお待ちください。はい、やっぱりそうなってますよね。あれなんですよ、もう関店さんも、はい、はじめ店さんもそうなんですけど、はい、全部これなんですよ。ああの中に入って一回引き込んじゃうっていう。伊藤さんすごいですね。ちなみに僕はそういうの一回もなかったです。本当ですか。僕もね、本当にすごい福袋を作ってるってことです。そうなんですよ、はい、僕本当に皆さんに満足していただけるものを、はい、やっぱ5万5,000円大金ですよ。大金です。大金を払ってでも買ってもらいたい。いや、すいません、お待たせしました。はい、今ちょっと店長に確認取ってたんですけど、はい、OK いただきましたので、はい、マジっすか。 OK、 自分の誠意を OK、 ありがとうございます。やりましたね。やりました。やりましたね。ごめんなさい、すごいわ。やばいぞ、ビルス様欲しいぞ俺。え、これじゃあ5万5000ならめちゃくちゃいいじゃないですか。本当にいいと思います。え、ちなみにこちらいつ販売されるんですかね。こちらですけども、はい、1月の1日元旦、はい、昼の12時はい、からあの水波店さんがオープンするということなんで、はい、皆さん完全先着順ですよ。じゃあ並べば買えるんですね。並べば買えます。多いじゃないですか。もうゴーンと跳ねないとなっとるから並んでもらって、はい、そしたら買えますよ。あ、そういうことですね。はい、これだけもんと思いますよ。はい、いや本当に大丈夫ですか。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんな感じでいいですかね。はい、大丈夫です。はい、じゃあサンライズさんの方のチャンネルの方でも、はい、サンライズさんワンピースのね、はい、ドラゴンボール、はい、
福袋を作ってますんでね、はい、この動画の概要欄の方から飛んでいただいて見ていただきたいと思いますね。よろしくお願いします。なかなかいいものを作ってますから、はい、なかなかいいものを。そう、僕しかも僕の方が多分買いやすい価格になってます。そうですよね、はい、買いやすいお値段になってますんでね、はい、ぜひお願いします。購入してほしいと思いますね。はい、DB の福袋作りましたよ、はい、作りましたね。やばいの、これはもうインパクト強すぎですよ。はい、はい、そして今からもう一つ、はい、エヴァの福袋を作ろうと思います。お、メインメインディッシュです。そういうことですね。僕と言えばエヴァっていうのを、まあ、そう忘れてましたよね。だって DB って言ってましたから、さっき DB って言ってましたから、ね、DB って言ってましたからね、はい、もうエヴァですよ、はい、EVA ですよ、 EVA。 あ、まあそうですね、はい、行きましょう、はい、まずエヴァのコーナーここにあるんですけども、はい、もういろいろとありますよ。これめちゃくちゃ懐かしいんですよ。これ500円時代の一番くじの、はい、アスカとアヤナミなんですけど、この2体ですか。そうなんですよ、これね、アヤナミの方がね結構レアになってて、はい、これ4980円だったら、はい、めちゃくちゃあると思います。へえ、なんかこれバッグがいいですね。そう、これ未来になってるんですよ。あ、へえ、あ、だからこんな綺麗ですか。そうなんですよ、これめちゃくちゃ美しいんですよ。そしてこれね、あのロンゲイソンの槍を持ってるアヤナミなんですけど、はい、今結構ねロンゲイソンの槍を持ってるアヤナミって主流になっちゃってるんですけど、はい、当時は全然なく、今回僕がやらせていただくのがこちらです、はい、こちら。あ、なんかかっこいいですねこれ。メタルビルド、メタルビルド、はい、はい、初号機と2号機なんですけど、はい、これしかも外箱付きですもん、はい、輸送箱付きですね、はい、ちょっと輸送箱はへこみられますけど中はもちろんへこんでませんので、はい、これもう完全未開封。あ、すげえ。え、これいくらの福袋を作ってるんですか。5万です。まあ、待って、5万、5万、5万、はい、5万でいきます。なるほど、5万、はい、これ行きましょうよ。あ、行くんですか。ちょ、じゃあ聞いてみます、ね、はいはいはい、これもちょっとさ、お作戦行きます、はい、すいません、いいですか、はい、ちょっとエヴァのところ開けていただきたいんですけど、はい、あ、また買う作戦ですね。ちょっとメタルビルドを2つとも出してほしいですね。はい、お願いします。このままで輸送箱のままあるっていうのはなかなかレアですよね。そうですね、うん、なかなか、だいぶ結構出たのも前です、ね、そうですよね。行きましょうか。じゃあレジの方でいいですかね。はい、お願いします。これでもね、開封品で、はい、ちょっとなんかあの膝のところに粘着があるって書いてあるんで、はい、あ、いいじゃないですか。だから多分これはワンチャンいけるかなと思って。あ、なるほど。これちょっとわかんないですけどね、はい、なんかちゃっかり持ってるんですね。ちゃっかり持ってきました。なるほど。ちゃっかりしますよ僕は、はい、いや面白いですね。で実はですね、あのこちらの方を福袋の方にしたいなっていう、あ、はい、したいなっていうので、それさっきと同じじゃないですか。同じパターンですよ、これ、はい、これ2つでプラスこれ。これで5万でお願いします。5万。メタルだけじゃなくてこれも、あ、これもメタルビルドなんじゃないですか、はいはいはい、これメタルビルド。この新よけアルバ、新よけアルバ、はい、これも必要ですね。もうやっぱりメタルビルド期待ってきてるんで、はい、まあね、新よけアルバも欲しいかなっていう。なるほど、はい、まあ、開封品なんでね、はい、ちょっとあの粘着があるって書いてあるんで、これはおまけというふうに。ひどいですよね、おまけって言うんですよね。なんか言ってるのを、はい、じゃあつけてほしいですね、はいはい、これでセットでお願いします。わかりました。あ、いいんすか。税込み5万5000円。あ、5万5000円。これかなり安いと思いますよ。めちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃいいですよ、はい、でこれもついてくるんで、はい、メタルビルドお正月遊び倒せますよグッズですよこれ。本当だ、うん、だってこれ全部で販売価格9万ぐらいってことですよね。いや、いいっすね。山下陸斗さんがね、はい、メタリックライナーの、はい、あのいろいろとねこうやっちゃってるところがあるんで、はい、そういうところがやっぱりこのメタルビルドの僕は魅力だと思いますんで、はい、そういうところもね、あの楽しみだなと思いますよ、ね、はい、そうです、ベタインさん、これはもう、はい、もうエヴァやったら、もうこのチャンスを機に、はい、メタルビルド、あと0号機で集まりますんで。ちなみにこちらの発売は1月の1日元旦、はい、朝の12時、はい、先着順で販売と、はい、並んだもん勝ちですね、はい、もう並んだもん勝ちですからね、はい、はい、で佐賀市さんの方のチャンネルの方でも、すごくいい DB ワンピース、はい、OP ですね、はい、DB OP の福袋を作ってらっしゃるんで、この動画の概要欄の方から見ていただきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで今回の動画はいただきます。神チューブの神の伊藤とサナダッチです。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。ありがとうございます。
いや素晴らしい。これはいいですよ。はい、やりましたね。本当にいいと思います。僕も並びたい。欲しいですよね。欲しい。やっぱそうですよね。やばいです。